大会注目のキャッチャー。あっと二塁当たり、ホームはどうか、ホームホームイン、俊足の木村ホームを陥れました。次10球目、箱山スタート、左中間に上がりました。これはタッチアップでスタートを切る、田中ホームイン2点目。5番の森山、かなり前ですよね、はい、内野手もね、外野はまあ定位置ですけども、内野かなり前に来ました。内野と外野の間が広く空いています。セカンド前進守備よく取った、ホームはしかし足速い、佐々木の足が勝りました。よく取りましたセカンド船見でしたけれども、足が速い、またもフィルダースチョイス。ここで痛いところでエラーが出ました。1点追加、守りはうるさく言ってきているので、守り勝つのがうちの野球と話していた川崎監督からすると無念の失点。